周南市出身のコスタコフ・ジュリアさん、13歳。週に6日、周南市の山口バレエアカデミーでレッスンに励みます。ジュリアさんの実力は国内でもトップレベル。今年8月には東京で開催された全国大会のジュニアの部に出場しました。持ち味である豊かな表現力と役になりきる踊りが評価され、見事優勝を飾りました。まさか1位とは思わなかったので、びっくりしたし嬉しかったし、もういろんな感情がごちゃごちゃになりました。ジュリアさんがバレエを始めたのは2歳の時。ロシア人の父と日本人の母はいずれもプロのバレエダンサーで指導者。ジュリアさんがバレエを始めるのは自然な流れでした。ここで私がレッスンを教えている時に、もう預ける場所がなかったので、ずっとスタジオに置いといたっていうのがきっかけで、やっぱり環境的にも小さい子たちと一緒にレッスンをする機会も多かったので、自然とレッスンをするようにはなりました。国内外の大会で輝かしい成績を収めるジュリアさんも、最初は辛いことも多かったと話します。小さい時は体も硬かったですし、どちらかというと膝もちょっと出てたりして、はい、あまり綺麗な足ではなかったんですけど、毎日ストレッチをして自分に足りないものを、しっかりと、はい、ストレッチをしてた成果が今につながってるのかなと思います。爪の先以上を意識するとか、髪の一本一本を意識して踊ることが大切だと思います。できないことをできるようになるまで練習を続ける、そのひたむきさが華麗なダンスを支えています。いつもレッスン1時間ぐらい前から来て、ずっと筋トレとかストレッチをして、学校も頑張ってすごいと思います。すごい努力家で、こっちも頑張りたいなって思えるような、みんなを引っ張っている存在だと思います。年上からも尊敬されるジュリアさんですが、お茶目な一面もあります。おい、オラの話のしてください。七子お姉さん、ピーマン食べれる？あれ、あんまり受けてない。みんなはジュリアちゃんです。好きですか？好き！ジュリアさんは今、バレエ人生の大きな節目にいます。8月に優勝した全国大会で審査員を務めていたイタリアのスカラザバレエアカデミーの幹部の目に留まり、特待生としての入学が決まったのです。留学するのが夢だったので、また目標の第一歩に近づけたので、すごい嬉しかったです。スカラザは世界屈指のバレエ団が拠点としていて、アカデミーで活躍すればその先の世界が広がります。バレエ団のトップ、プリンシパルを目指すジュリアさんにとって大きなチャンスです。新しい環境で学ぶので、いろんな人のいいところを自分のいいところに変えていきたいです。この日、ジュリアさんはイタリアへの出発に向けて準備を進めていました。左に置いてあるジップロックかな。お菓子です。お菓子は日本のお菓子が大好きなので、日本のお菓子をいっぱい持っていきます。せんべいとか、あとは梅とか、渋いのが好きなので。文化の異なる海外での生活、一番の壁は言語の違いです。言葉の不安を少しでも払拭しようと、空いた時間はイタリア語を勉強しています。Ciao, mi chiamo Giulia. こういうので聞いて覚えて。それは何て言うんですか？こんにちは、私はジュリアですって言うんですけど。
家族も友人もいない新しい環境でのチャレンジ。母親の陽子さんは寂しさを感じながらも娘の成長に期待を寄せています。本人がやりたい夢の第一歩なので、やっぱりすごく嬉しくもあり寂しくもありっていう感じですかね。不安だけど頑張ります、プリンシパルとして世界の舞台で踊る日を目指して、ジュリアさんの新しい挑戦が始まります。どんなことがあってもみんなの支えがあることも忘れずに、ちゃんと自分で頑張っていきたいと思います。